おお、くってた、でかい。おお、おお、出た。あー、出た出た出た。おー、すげえすげえ。おお、あー、はい、タイニーエルベットクローラー来ました。おっしゃ、くった。うわ、高畑シャッドの、リアルにちょっとあっても、あっしゃ、くった。おー、でかい。よっしゃ、つかんだ。よっしゃー、でかい。高畑シャッドやってくれましたよ。おっしゃ、おー、くっつった。いいね、君。はい、というわけで釣り子 TV です。前回ね、高畑シャッドリアルの動画、上げましたけども、引き続いてね、あの日の後半なんですけども、またまたね、でかいバスが飛び出したので、これはね、あの前回の、50アップなんですけども、あのリンクできるようにね、なんか貼っときますので、これも良かったんですが、またまたね、でかい魚が飛び出したっていうことで、動画にまとめてみました。で、動画の中身としてはですね、その坂又シャッドリアル新しく出ましたけども、こんな感じで使ったら、結構でかい魚が反応したよとかですね、タックルの方の説明ですとか、あとはまあ実際にどんな感じでアクションしてるのかね、これは動画ならではの独特な、まあチュインチュインって感じのね、アクションをね、よく自分は使っているんで、この時はでもまあ投げて落とし込みながらだったかな。まあそんなところもね、動画の後半にね、どういう感じで釣れたか出てきますので、ぜひご覧いただければと思います。前回の50アップめっちゃ引いたけどね、この日はこれだけでは終わらなかったということで、それではね、坂又シャッドリアルノンソルトね、後編ぜひご覧ください。この濁りです。多分これ濁り何日目かとかなんで、濁ってるなりにバスがちょっと慣れ出して餌を取り出してくれてんじゃないかな。実は前回ね、来た時ね、丸坊主だったんで。ただ坂又のノーシンカーにだけは一回食ったんですよ、ユーマズメに。そうそうそう。ほいで、なんかノーシンカーだとシャッ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 ってこう、なんか目の前でパッってなんかすげえ早く飛んじゃうから、今回あの 7g のこういうシンカーを入れて、なんだろうな、ちょっとバスの目の前にいてもらいたい、自分のイメージの時間を長く取るようにしております。どこにいるか全然見えないんだけど、もうあと信じて打つべし打つべしだよね。でもこの状況で食ってくれてるから、なんか粒ぞろいなサイズがね。一番最初ついたあの NZ クローラー、タイニーのね、タイニー NZ クローラーでかけた時も、あれもね、ちゃんと測ってね、なんとなく測ったらね、42、3はあったからね、普段ちょっと警戒してるバスたちも、この濁りで、口使ってくれるモードになってるような感じが。したらもう、あとはな、でかいのが、多分ね、15時とかを過ぎるとね、なんかね、一回こう回ってくる感じがあるんですよね、でっかいのが。ファーって。釣れないんですけど、それは。でも今日だったら、そのいいタイミングで、それまでに見越しといた一番いいルアーを入れたら、来るんじゃないかな。なんかいいことが起こりそうな予感。いやー、でもこれブルフラットな感じだね、イメージとしては。ブルフラットのドゥエッドゥエッドゥエッってこう水中にこうバスドラムのようなこのドゥンドゥンドゥンっていう、あの波動を押し付けた方が釣りやすい感じはあるけど、ただまあ今日出たばっかりだし、せっかく手に入ったしってことで、ちょっとね、今坂又シャッド
リアル6インチノンソルト縛りでちょっとやってみておりますが、うん、ああいう際でどうしようってしてるやつの目の前に入ったらスカーンってね糸走ると思うんだよな。勝手な印象だとここより下流側捨てていいような気がするんだよな今日な。どうなんだろうこれな、水中この濁りの層より下ってちょっとクリアアップしてたりすんのかな、それが知りたいな。そういうんであればあのプラグでね、ミノーでちょっとレンジ入れてやったり、ブルーシューター沈むようにしてやはりちょっと入れてやったりとかもねありだと思うんだけど、すげえ存在感だ、ふいふいふいってそういう感じ、なんかすげえ存在感でね水中にいますねこの人。うん、4インチ欲しいなーっていきなり思ったけど、このリアルさ相まって全然、あ、6インチでいいじゃんっていう、ね、そんな、まあ釣れたからだけど、うん、全然6インチで使い切れるなっていう、ね、そんなイメージ。前回あの魚をかけられなかった時のすごい反省点で、あの自分の使ってる竿だとこれ17ポンドクラスってだいたいミディアムヘビーとかヘビー相当ぐらいの竿なんですけど、前回使った時ノーシンカーだし軽快に飛ばしたいしとか言ってこう8ポンドクラスっていう ミディアムパワーぐらいの竿を使ってたんですね。でそうするとこれ今ワームね R34 っていう軸線の針使ってるんですけど、なんかフッキングできなくて、多分竿が柔らかくて懐までこうなんだろう、フックセットできなくて、で今日このちょっと固め強めの番手に変えたんですけど、そしたらすごい釣りやすいですね。あの針がスカーンってしっかりと入る、今のもちょっと針外しづらいぐらいにしっかりと腹筋決まってたんで、そうですね、だからノンソルトを使う時の注意点としてはこう軽快に飛ばしたいからちょっとパラボリックな感じのなんだろうな、ジャーキング竿みたいなのでやってみたいなっていう、自分はね最初そういう印象だったんですけど、多少使いづらくてもというか、まあ、多少飛ばしづらくても少し強めのパワーの番手の竿で、なんか糸が走ったらしっかりとつかってこうね刺さるような、そういう自分の持ってる竿、ミディアムヘビーとかヘビー以上ぐらいの竿で扱った方が結果いいんじゃないかなと思います。ね、前回あーやべなんか刺さりきってねと思ったら、思った通りポロンっていう感じでね魚がバレちゃったんで、だからちょっと注意点としては、そこまでガチムチの竿じゃないんですけど、こうなんていうんですかね、このバット部分がしっかりと顎を貫いてくれそうな、そういうパワーの竿、なんかノンソルトでこう従来の坂又より素材感も少しもちもちムチムチっとしてる張りがある感じの素材感なんで、なんか坂又得意な人とかはもしかしたら従来のやつより少し張りのある竿とかにした方がかけやすいかもしれないですね。かといってこの上の20ポンドっていうパワーの竿だとちょっと強すぎるのかなっていう、自分の最近よく使ってるこのロデオのシリーズでいくと17ポンドクラスとか16ポンドクラスとかそういう感じの竿が扱いやすいんではないかと思います。絶対こういう淀みとかにそうなんだけどな。まあ魚刺
してくるの街ってイメージですかね。濁ってるながらもちょっと上行ってみようか、上の方が若干いいかもなんて言ってこう回遊してきたバスがいればチャンスタイム到来だと思うんですけどね。さあさあ糸を走ってください。いやしかしなボイルはないな。チュパパパパッとかチュパッとかもうちょっとそう最初買った時のイメージだともっとこう15分に一度30分に一度ボイルが出るような状況でノーシンカーで合わせてっていうねそういうイメージで買ったんですけど、まあ徐々に9月にも入ってねえボイルしない時はしないっていうそんな状況にもなったりしますからね。まあ今日がまさにそんな状況なんですけど、ボイルはしないけど水中フィーディングもしてないかもしれないけどそれでもこの存在感とこのリアルさで食わせたいっていうねそういうフリーリグセッティングで、あとはもうひたすらバスの目の前に入るのを信じて淡々とこうすごい結構繊細に動かしてます。なんかすごいなんだろうな地味に動かしてる。まあでも寝掛かりも少ないし全然ストレスなくね打ててますけど、一回対岸に当ててこう静かにスイーって落として、まああとは6インチとこのリアルカラーの存在感だけで誘い上げるっていうそんなイメージですかね。タイガーにぶつけてスイーッと落としてる。そのうち目の前に行きゃ食うと思うんだけどね。はい、坂又シャットリアルがよく釣れるってのは分かったので大好きブルクラット 4.8 ねえブラ48試してみます。この濁りが入ってたらまあ間違いなくこのブルフラットの存在感が強いはずなんで、でちょっとカバーも打ちたいから針先一回もだあれってバスじゃないよ、ね、違うね。なんか鯉みたいなのとかが結構いるんだよな。こういう夏のよくわかんない時にこそ助けてくれるのがブルフラット48の存在感と魚が食っちゃう波動ね。これバタバタさしてたら絶対どっかで通りかかりの45アップが食ってくれると思うんだよな。どうかな。またシャッドリアル6インチは顎にもガイドのマークがついてるんで、そのガイドに沿って、であとここもねリアルのこの鱗の鱗というか側線のここをガイドにしてね綺麗に刺すことができちゃいます。よいしょ。さーっと今ね一雨
ゲリラ豪雨みたいなのが降ってクールダウンして魚もリセットしてまた食い気出てんじゃないかな。ちょっとね今お昼寝してほいで釣り再開。またね坂又シャッドリアルの6インチノゾルとね、これを持って釣り歩いていきたいと思います。いやーだいぶね雨が降ってもうバチ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 ってね地べたに寝てたらね冷たーと思って起きたらちょっと一時激しい雨に見舞われまして、ちょっとポイントもうわー休んだかなと思ったらバレたバレた痛い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 。あこんな感じでいい。あごめんなさい今バラしちゃった。際に静かめに入れてやっぱマジックあるね。ちょっとブルフラットどうかなと思ってねしばらくブルフラットやってたんだけど 4.8 インチが食わなくてほいでねまた坂又に戻したら今完全に持ってったな。うわ寝ぼけてた。なんか厳しいんだけど人流しね自分の中で決めてるこっからここっていう人流しに一回なんかあんだよな。それを確実に抑えていかなきゃいけないんだけど今完全に寝ぼけてたな。目覚めた頑張ろう。ここねさっき一匹釣れたとこだから魚がまた時間を置いてリセットしてたんだな。もったいな、もったいないな今の。まあまあ気を取り直して気を取り直してまたスーッと糸が走るのを待とう。魚はもちろんこの濁りで全然見えないんだけどあの対岸に上は向いてないかもしんないけど濁ってるからこの壁をストラクチャーとして自分を向きとか位置とかを維持してるっていうそういう魚がいると思って投げております。まあ、で流れがこっちから来てるから上流に頭は向いていてもへーっと何かこの濁りだから目の前をいいのがこうちょんちょん通り過ぎていくのを待ってるんじゃないかなってイメージで。いやすげえな。でも今日タイニー NZ でもなんかほんと擦れてない1匹目は釣れたけどそっからいろいろトライしてみてるんですけど結局このタイニーな6インチタイニーだじゃないなリアルな6インチこれに変えるとねバイトが出ますね。まあ、じゃあ他にカバースキャット流したらどうなんだとかそういう釣りは全然してないんですけどあと通常のリアルじゃない坂又入れたらどうなんだとかまあそれも試してないんですけど50アップも釣れてくれちゃったからな本当全然このルアーモードに今はい、なんかすごい自信を持って食うぞーっていうのと来たらでかいぞーっていうね集中力がマックスで釣りができております。食った。あー2回バイトあったのに見てこれ。雨で魚がやる気スイッチこれオンになって
うわー、ちっちゃかったのかな。くっそ、2バイトあったのに。うわ、ダメダメだな。おい、どうした、集中力上げてこう。今のはさっきのぐらいの間合いで違和感感じて合わせ入れられたんだけどな。難しいっすね。坂又シャットリアルのフリーリグを垂直岩盤にスイーッと落として、落としてからはミドスト気味に中層ファン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 と誘ってくるような、そんなパターンで攻めてみております。くそー、2匹バラしたね。バラしたというか当たりがあったな。そんなに集中力落ちてないのにやっちまったなーですよ。針先があと出やすいね。あの素材がプリッとした素材だから、針先がちゃんと出てないかは確認しながらやんないと。根がかりきついとことかだとすぐなくなっちゃう。さっきのとかもな、ジグヘッドとかだったら食うのやもって思うけど、そうすると今度根がかりとの戦いになるからな。1本あたりが安くないから、ウィードのねとことかだったらいいけど、結構ガビガビしたもんとか岩の間にロックしたりとかするとな、取れないからな。おおー、出た、でかい。ガーッと坂又シャットリアルか、デカバスを騙しましたけど、でかい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 、ちょっと待って待って待って、よっしゃー、でかい、マジか、丸飲み、でかい、よっしゃ。はーい、はーい、寝起き坂また来ましたよ、これ。いやー、いいサイズねえ、これはねえ、嬉しい。サイズはね、47ぐらいかな。最近ね、小さいバスしか釣ってなかったから、本当このサイズはめっちゃ嬉しいサイズですよ。ね、後で説明しますけど、フリーリグ、ね、で、リアル6インチのノンソルトでやっていたところをスバーッとね、吸い込みました。いや、激こんなのいるんだね。じゃあね、こいつは逃がしてあげたいと思います。はい、リアル6インチに来たのは46、7とか47ぐらいあるかな。いやー、本当にね、いいバスに効くルアーですね。すげー気だった。サンキューでーす。はーい、またね、ちょっとすごい雨降ってきちゃったんだけど、忘れないうちに。仕掛けはね、こういう感じで、坂又シャッド、リアル6インチ、ノンソルトを、フリーリグで、フリーリグにして、うわ、すごい雨。これでもまた釣れるの？こんな感じで、オフセットフックで。トップウォーターだけだよ、トップウォーターだけだよ。
まあでもちょっとこれ、はい、こんな感じでやってみております。めっちゃ釣れるんでこのルアー。いやすごい雨、ちょっと逃げます、逃げます。いやーすげえ雨だったねえ。でも雨が降るの、ちょっとカッパ持ってきてないんですげえことになってる。雨が降ってる時、もしくは雨の降った直後ぐらいにね、毎回いい魚が反応してるから、集中力引き続きマックスでいきますよ。いやー今ねそっちの淀みに入れて、で結構沈めてたらもういつの間にか手前に走っちゃってる感じのバイトだったね。あれこんなに糸たるんでたっけって合わせたら一気にねファイトが始まった感じでした。いやこんな濁ってるけど、やっぱこういう流れ出しとか水の落ち込みにね待機してるんだね。なんか来たら食ってやろうっていう、そういう感じのバスなんだと思うんですけど、2連続バラシからのいいサイズだったから、なんとかねちょっとミスを若干取り返したっていう気分ですよ。鯉とかも溜まってて、鯉の下にはそれなりのサイズのバスも溜まってるんだね。もうダート足してとかっていうより、もうなんだろう、ちょん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 っていう、こういう感じの、もう僕優しく誘ってたらいつの間にか食いついてた、そんな感じでした。フリーリグね、フリーリグ坂又いいね。まあいつもいつもいいわけじゃないんだろうけど、今日のこの競争でただね、ノーシンカーダートさしてもちょっときついなっていうタイミングに下に入れ込んで、でしっかり食わせるっていうね、この感じが効いてますね。これやってみようと思ったのは、あのゲリ山本の浮きタヌキができた時に、やっぱり表層で全然食わせらんないけど釣りたいなっていうタイミングがあって、エラストマー素材で軽い浮きタヌキを下のレンジに入れてってやったらすげえ連発したのがあって、それを全部ルアーのサイズの重りのサイズも上げてみてやったらいい反応がもらえてるっていうね、そういう感じですね。いや何匹目だ、結構もう 4,5 匹釣ってんじゃねえかな。夏のすげえ暑い時期っていう感じからもう秋を感じるような魚の反応の仕方にちょっと変わってきてますね。もうなんか測ったら 4,5 メートルあったから、もしかしたら下はもう住み出してんのかもしれないしね、わかんないけど。うわーコロコロ変わる天気だな。だから対岸を静かに丁寧にやると反応がもらえてるから、基本は対岸に静かに入れて静かめアクションでちょいんちょいんちょいんって誘ってくる感じでやってみよう。今のが47ぐらいで50ぐらいのも釣れたから、結構そのサイズが群れで入ってきてるのかもしれないですね。なんかまるで夢の中にいるようだな、こんなねえ短日でいい魚がいっぱいゲットできる釣りなんで、最近もうほんとしてなかったから、濁ってるダメだとか言って帰んないでよかったなんかやたらとあの水温測るときにディーパーそこら辺に浮かべたらすんげえ数の魚が映るから、これはちょっとやってみようかななんつって、し
したらなんか思いのほか下手な普通のいい日より100倍いい日だよなこれ、うん、すげえいい日だ。いやーちょっと感動をかみしめながら打ってますが、また雨降りだした。もうちょっとやんでくれよ。もう服乾かないよ。まあでもちょっともう全く反応しなくてチーンってなってお昼寝してったらこれ降り出して、まあ夕まずめにも差し掛かってんのかもしれないけど、また反応してくれるようになってるから降ってくれと思いつつ、カメラ的に人間的にはもう雨勘弁してっていう、そんな状況でございます。いや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 、降り出したよ降り出したよ、来たよこれ。降るからにはいい魚、坂又シャット加え込んでくださいよ。はい、というわけでね、あの一匹がね最後のね坂又フィッシュだったんですけども、とにかくすごい破壊力、ぜひねフリーリグで試していただければなと思うんですけども、まあ、とにかくね大きい魚がね躊躇なく食ってくれるっていうね、デプスならではのねルアーなので、ぜひね店頭で見かけたら、これ購入した方がいいんじゃないかなって、今年一番で自分お気に入りのルアーになっちゃいました。というわけでね、こんな感じでいろいろね動画で新しい使い方とか見つけたら発信していきますので、ぜひねチャンネル登録と、あとでこんな使い方もいいよなんてありましたら、コメントよろしくお願いいたします。最後にねこの日どんな感じでバイトが出たかね、動画、後半にまとめておきますので、そちらで終了とさせていただきます。それではねご視聴いただきましてどうもありがとうございました。釣り子 TV でした。また会おうぜ。おっしゃ、くった、うわっ、よっしゃ。はい、坂又シャッドの、リアルにガッツリ食ってくれましたよ。であと濁りも入ってるからちょっとあっても、あっしゃ、くった、おー、でかい、うわーしゃ、坂又シャッドリアル、おー、でかい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 、いる、いたね。いや、これバラしたくない、これ絶対バラしたくない、いたよ化け物。ちょっと浅いところに誘導して、うわ、絶対バラしたくない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 、よっしゃ、使った、よっしゃー、でかい、でかいの釣れました。おっしゃ、おー、くってた、おお、坂又リアル食ってたよ、よいしょ、どっこいせー、いいね君、すげー引きだって、糸がねスーって横に走って、おお、くってた、でかい、ガーッと坂又シャットリアルがでかます、お騙しましたけど、でかい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 、いやいやいや、ちょっと待って待って待って、よっしゃー。